目時先生から、目時先生とは私一緒に勉強した峰さんですけども、目時先生と、話す内容が少し重なるところが、ありますけども、皆様復習だと思ってもう一回聞いて、言ってください。今回は、このような機会を与えていただきたいなと、少しでも、皆さんの、がん治療、がんに関する、知識の整理になっていただければと思っています。でまず、先ほどの話もありましたけども、がん患者さんというのは、日本に今高齢化社会になってきてまして、どんどん増えてきているということは皆さん知っていると思います。今、日本人の死因としての第1位ですね。で私も含めてですね、人生の間に日本人は、2人に1人はですね、何かしらのがんにかかるというふうに言われています。うなぎ登りというような、がん患者さんがですね、増えている。で、がんって何っていうことでですね、皆さん、なんとなくがんは怖いものだっていうことはなんとなく、分かると思うんですけども、じゃあ実際どういうものかっていうのでですね、どういうふうに説明しようというかですね、世の中便利にして、YouTube というもので、動画がありましたので、それで、いい動画がありましたので、これで説明させていただきます。あらゆる細胞からですね、人間の体っていうのができているわけなんですけども、正常な細胞ですと、このようにですね、理路整然とこう並んでいるわけなんですね。で、一つ細胞が脱落するとですね、新しい細胞が隣にできてきてですね、それ以上増えないというようなですね、切り強くなっているわけなんですが、ある細胞がいろんな原因で DNA に異常が起こるとですね、このようにどん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 こう増えていく。理路整然と並ばなくなっちゃって、どん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 増えていって、いろんなところから異常な血管が伸びる。でそこでからですね、異常な血管からこのがん細胞がここの血液の中に乗っかりまして、血流としてこう全身に回っていくわけですね。そして、あるところにですね、この場合は脳なんですけども、静着をして、そこでまた増殖をして、そして、機能がいろんなところが不全になってしまって、お亡くなりになるということになります。ではですね、我々その先ほど、放射線、怖いものだと皆さんの認識がこの福島原発の事故でですね、また改めて思ったと思うんですけども、放射線って何ということで、難しい、単語を並べるとですね、電磁波または粒子線のうち直接または間接的に電離する能力を持つものということです。簡単に言うとエネルギー、強いエネルギーを持った、光みたいなものですね。で、いろんな種類があります。アルファ線だとかベータ線、それから先ほども話がありましたけど、治療に用いられる陽子線、炭素線、それから中性子線、ガンマ線や電子線、いろんな種類の放射線があります。で、これらをですね、駆使してですね、我々のがん治療をですね、なんとかがんに打ち勝つようにですね、日々努力しているわけですね。で、その放射線の種類っていうのはですね、いろいろあるわけなんですけども、特性がそれぞれあります。例えば、このアルファ線っていうのはですね、たった薄っぺらい紙一枚あればですね、遮蔽することができます。なんですが、この X 線、我々通常用いている X 線なんかはですね、紙だとかアルミニウムなんかでは遮蔽できないわけですね。かなり分厚い鉛だとかですね、そういったものがないとですね、遮蔽できない。で、中性子線というのはですね、そういった鉛でも遮蔽できないというふうに言われています。で、ただしですね、この水だとかですね、水を多くコンクリートだとかですね、そういうものがあればですね、遮蔽できるというような特性を持っています。こういった遮蔽の、問題の特性がある。それからですね、細胞に効く効果としてもですね、それぞれ違います。例えば、アルファ線なんかですと、電離密度、さっき電離する能力っていう話をしましたけども、電離密する能力がかなり高いです。そのために、生物に対する効果が大きい。これに対して、X 線なんかですと、このガンマ線というのは X 線とほぼ同じなんですけども、X 線、ガンマ線なんかですと、電離密度がですね、かなり弱くて、細胞に対する効果としては少し弱いというふうに言われます。こういった特性があります。じゃあ放射線がどのように人体、あるいは細胞に影響を起こしているのかというのですね、2つの、ルートがあります。1つはですね、ダイレクトアクションですね、直接作用ですね。もう1つはインダイレクトアクション、間接作用ということになります。で、直接作用というのはですね、DNA に直接、そのままですね、直接作用です。で、間接効果というのはですね、人体というのはほとんど水でできていますので、水を電離させてですね、フリーラジカル、活性酸素というものを作る。で、それがですね、間接的に、DNA に作用するということで、間接的にこう、いただくので、間接作用というふうに言われます。で、ですね、重粒子線、それから、中性子線もなんですけども、このダイレクトアクションというのが主になります。
で我々が常に使っている X 線というものはこの間接作用というのがまあメインになります。直接作用もあるんですけども、なかなか割合としては少ないということで間接作用が主になります。で、直接作用の方はですね、やはり、まあ、後から説明をもう一度しますけれども、強い作用をもたらします。で間接効果というのは少し弱めの効果ということになります。じゃあどうして、まあ、放射線がその細胞に、まあ、影響を及ぼすよということは、まあ、分かったんだけども、じゃあどうして放射線を使ってがん治療ができるのかというのをですね、表したのがこの、まあ、グラフになります。これ縦軸がですね、細胞の生存率ですね、横軸が放射線のかける回数というふうに思っていただければいいんですが、正常細胞はですね、弱い放射線をですね、少し当てるとですね、まあ、細胞の生存はもちろん やられるんですけども、正常な細胞、この青い線なんですけど、青い線はですね、正常な細胞は24時間経つとですね、回復をします。回復をします。24時間もいらないんですけども、まあ、24時間もかなり良くないんですが、回復をします。ただし、がん細胞なんかの異常細胞は、この増殖、回復というものがほとんどありません。もちろん時間が経つと回復していくんですけども、回復がですね、少し遅いというふうに。でこの差を利用しまして、少しずつこの差を蓄積していくわけですね。そうすると、30回ぐらい治療したときにはですね、正常組織もですね、ある程度はやられます。やられますが、これぐらい残っていればですね、まず回復をしてですね、自然に元通りに戻るわけですね。で、がん細胞はこの辺り、まあ、かなり、少なくなって、ある程度までいくと自分の免疫力の中で死んでしまいますので、そういって、正常組織を残しながらがんをやっつけるということをやっております。それでですね、先ほどその放射線治療機器がどんどん、発展してきてっていう話をしましたけれども、私がですね、放射線治療に入った時はですね、まだ、こういった時代でした。こういった時代というのはですね、どういうことをやってるかというとですね、これ横にですね、CT の画面、画像を置くわけですね。そして、この胸のレントゲンみたいなのを置いてですね、腫瘍はここにあるから、胸のレントゲンで見るとこの辺にあるだろうと。で、ここら辺にあるから、この辺に放射線をかければいいだろうと。体の厚みが何センチだから、その半分の何センチのところに放射線がどれくらい当てているように設定すればいいだろうとかですね、単純計算、体の中は全部水だとしてですね、単純に計算して、えいってやってたんですね。それじゃ治らないっていうのは、なんとなくわかると思います。で、まあ、当てたくないところにはですね、鉛をですね、溶かしてですね、鉛の三角形のブロックとかですね、そういったものを使ってですね、当てたくないところに置いてたというような時代でした。こういったのをやってましたので、なかなか治らない。やはりまあその、日本の社会では手術ができないかった場合には、もう放射線というのはもう、一か八かやるというような、イメージが、この時代はですね、ありました。で、現在はといいますと、そうではありません。ですね、この CT 画面上でですね、先ほども出てきたかもしれませんけども、どこにターゲットがあるというのをミリ単位で、本当に数ミリの単位を設定していくわけですね。そして、そのコンピューター上でどっちの方向からどういう強さまで、どういう形の放射線を入れたら、どういう、放射線の分布、放射線がどれぐらい、どこにどう当たるかというのが計算されてくるわけですね。で、これをもって、治療しましょうということになります。で、こういったものはなかったんですけども、今、描けばこういうことですね。今回患者さん、前立腺がんの患者さんなんですが、昔は前と後ろからしか放射線を当てることができませんでした。そうするとですね、このような体の中でも分布、赤い線がですね、放射線が強く当たったところなんですけども、確かに前立腺には当たってるんですけども、こういった余分なところにですね、直腸だとかお尻とかですね、そういったところ余分なところにですね、やっぱり強く放射線が当たってたという時代でした。で、先ほどの CT を用いてですね、いろんな工夫をすることができるようになりました。で、我々その、放射線治療はですね、その CT で当てたいところを、決めるというふうにしましたけど、当てたいところがですね、クリニカルターゲットボリューム、我々専門用語で呼ぶんですけども、この黄色の丸だとこういうふうに思っていた。で、このオレンジですね、オレンジの丸だと思ってほしいんですが、ここに治療したいと思ってですね、実は人間、体の中でいろんな動きがあります。呼吸性の移動だとか、消化管の伝導運動だとか、いろんな動きがあります。で、治療中、そういったものを動きを完全に止めてるわけにいきませんので、今まではこういった範囲ですね、広く放射線を当てざるを得ないという時代でした。これに関してはですね、また後でもう一回説明しますが、こういった範囲で今までは治療しておりました。で、治療の装置については先ほど出てきましたので、これはいいんですが、リニアですね。
画面見るとこんな感じになっているんですが、ここから電子銃ですね、電子バーンと打ちます。そしてここからですね、加速させてですね、金属のターゲットにバーンとその金に電子を当てます。そうするとここからで X 線が発生します。そしてこの出口のところに先ほど言いましたけど絞りみたいなのがありまして、ここの好きな形に形状を作ってですね、治療しているということになります。でそうするとですね、こういった音符のですね、形なんかにも自由に本当にまあできる。昔はさっき言いましたように鉛をまあ削ったりしてですね、せいぜい三角形とかですね、四角とこういうものしかできなかったんですけども、こういったまあものをですね、自由に作ることができます。でいろんな方向から放射線を通すことができるようになりまして、現在はですね、このようなこれはこの症例は7方向から先ほどの患者さんと同じですけども当ててますが、本当に当てたいところだけに強く通してまいります。全く当てないことはできませんけども、周りのところはほとんど影響なく治療することが可能になっております。で我々は常にですね、これをですね、頭に入れて治療をやっている、ですね、TCP というのはですね、腫瘍を、まあ、コントロールできる、まあ、率ですね。で LTCP というのはですね、ノーマルティッシュ、つまり正常組織に合併症が起こる、まあ、率になります。でこれとですね、この TCP と MTCP というのはですね、かなり近接しております。で腫瘍を治すためにはですね、これ横軸が放射線の強さなんですけども、放射線をどん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 当てていくのはもちろんいいんですけども、やっぱり当てすぎるとですね、この合併症を起こる率があるところでぐっと高くなります。で、まあ、どこまで許容するかによってですね、決めてるわけなんですけども、なるべくこの TCP のカーブ、NTCP のカーブをですね、広げてあげるということをですね、頭に念頭に置いてですね、やっています。どうするかというと、その機械的な問題、で解決、それから、例えば抗がん剤と一緒に組み合わせる、ホルモン療法と一緒に組み合わせる、手術と、まあ、一緒に組み合わせるとかですね、まあ、そういったことをです、ね、まあ、考えてです、ね、なるべくここのです、ね、差を大きくしてあげて治療するということを目指しております。で現在はです、ね、もう手術とです、ね、放射線治療とです、ね、まあ、ほぼ同じような、ね、治療成績を出せるような時代になっています。例えばこの患者さん、早期の、まあ、舌がんの患者さん、上の、まあ、これがですね、どれぐらいの患者さんが治っているかという、ね、横軸が時間ですね、ということになりますが、例えば、10年経ったところ、120ヶ月経ったところ、90% 近く治っているというのがですね、この放射線、実践の放射線になります。手術でも、まあ、87%、まあ、これらは統計学的に有意差ないんですけども、全く治療成績と一緒ということになります。で、これ実際に治療した患者さんなんですが、このような、ベロの変異ですね、かなり大きな腫瘍があったわけですね。これ手術でやろうと思うとベロの半分ぐらい取らなきゃいけない。やっぱり高温障害、嚥下障害、いろいろ残ると思うんですけども、この患者さん、外側からの放射線と、小線源治療と組み合わせて、ここにわずかな傷跡が残るだけできれいになって、まあ、高温障害なく、まあ、普通の日常生活を送られているということで、QOL、まあ、携帯や機能を温存して治療することができるというのが放射線の特徴になります。それから放射線というのはその機械、それから抗がん剤との組み合わせ、いろんなことをですね、駆使してですね、この10年、20年、30年ですね、大幅に治療成績が、上がっております。この患者さん、あ、これはですね、我々の東北大学病院で治療した食道がんの患者さんの治療成績になります。青がですね、ステージ1、まあ、早期の患者ですね、ステージ2、3、2がですね、緑ですね、3が、青とかですね、4期になると黒になるんですけども、1980年、この時はですね、もう食道がんというか手術できないともう、もう無理だと、治せないというような時代でした。でこれがですね、今2000年、2010年のデータもあるんですけど、2000年になりますとですね、もうステージ1だと 70% になる。実はこれ、2010年のデータをこの間出したんですけど、90% となっている時代です。その他、まあ、2期、3期、すべての、ところでですね、この20年、たった20年の間にですね、大幅な、治療成績を、の改善が得られております。これも我々がですね、病院でですね、やった臨床試験なんですが、患者さんに手術が可能と、まあ、判断される患者さんにですね、放射線と抗がん剤の組み合わせと手術療法とどちらがいいですか、どちらでも好きな方を選んでいいですよという臨床試験をしました。そうするとですね、結果見たところですね、これまあ有意差なし、まあ、差が少しあるように見えるんですけども、この黒い線が放射線と抗がん剤の組み合わせと、患者さん。で、点線が手術の患者さん。これ統計学的に有意差ないんですけども、
まあ、治療成績として同じでありましたという結果がですね、やはりまあ、我々何となく、まあ最近そうかなと言ってたのがですね、まあ、実証されたわけですね。で、今はもう我々の病院では手術でもいいですよ、抗がん剤でどちらでもいいですよということをですね、外科の先生も言ってですね、我々と一緒に治療をさせてもらっています。それから最新の治療方法としまして、低位放射線治療というのがあります。で、これはどういうものかというと、多方向からですね、まあ、いろんなビームをですね、入れまして、まあ、大線量をドカッとこうして、まあ、X 線を入れるというような治療です。で、これはですね、X 線と重粒線のですね、細胞に対する効果をですね、示したグラフなんですが、X 線なんかはですね、先ほど言いましたように回復がありますので、低線量、これ横軸が線量ですね、縦軸が細胞生存率と思われているんですが、低線量のところではですね、回復をしますので、このように肩を持ってですね、このように下がっています。で、重粒線なんかはですね、その回復というのはほとんど見受けられますので、まっすぐ落ちていくという。で、ただし、X 線、このラインではですね、10グレーを超えてくると、この回復というのがなくてですね、直線的に落ちていくという特徴があります。で、これを利用してですね、治療しようということで、低位放射線治療というのは、日本を中心に発展しています。先ほども出たかもしれませんが、